年取ったと思うんですよ、やっぱ昔はね、なんかね、絶対自分だけは死なないと思ってたんですよでもやっぱりね、死を意識するようになったっていうか、例えばまあ娘の成長を見たり、なんだろうな、メンバーの白髪を見たりとかねいろいろあるんだけど、でもやっぱ限りがあるからやっぱ美しいんであって、さっきも言ったけど、まあ、ごく当たり前の生活、この日々みんなやっぱこう大事にしてこう、俺も大事にするよ、相手にリスペクトを持って認め合えたらちょっとぐらい変わるんじゃねえの、衆院選に移行するんで投票してくださいそうだ、よろしく、今後ともよろしく、thank you.
皆さんにこの曲を、どうもありがとうございました。